メール・デ・ハーンは、オランダ生まれの画家である。1888年に、フランスに移り、ポール・ゴーギャンの友人となり、ゴーギャンを中心とする、ポンタヴァン派の画家の一人となった。ゴーギャンは、デ・ハーンの肖像画や、デ・ハーンをモデルにした木彫りの像を残している。アムステルダムのユダヤ人の家に生まれた。父親は成功したパン工場の経営者で、母方の祖父は裕福な商人で、 多くの不動産を所有していた。長男であったが、父親の会社を継ぐ代わりに生活費の送金を受け取る、ことで株式を弟たちに譲った。美術に興味を持ち、アムステルダムの画家、グレーフェに弟子入りし、1874年にアムステルダムの王立芸術アカデミーに入学したが、病気がちで1年しか学べなかった。 アムステルダムで1888年まで働き、1880年にはパリの展覧会にも作品を出展した。ユダヤ人の肖像画を多く描いたが、そのスタイルは古風なもので高い評価は得られなかった。1888年の秋に弟子のヨゼフ・ジェイコブ・アイザックソンと国外に出ることにしてパリに移った。パリで美術賞として働いていた。 テオドルス・ファン・ゴッホと親しくなり、テオの兄のフィンセント・ファン・ゴッホや、カミリユピサロに紹介された。1889年5月に、ブルターニュに旅し、ポンタバンで、ゴーギャンと会い、親しくなった。1889年の冬から1890年は、ゴーギャンとブルターニュのルプルデュの海岸を旅し、ゴーギャンの影響を受けて、デハーンの絵画のスタイルは大きく変わった。 この頃宿屋の主人の女性、マリー・ヘンリーと恋愛関係になり、女児を設けるが、家族の反対もあり結婚することはなかった。1891年の春、パリに戻り、4月にタヒチに渡るゴーギャンのための送別会を開いた。生活費の送金を止めるという家族の脅しもあって、1891年11月にオランダに帰国した。バート・ビルデュンゲニア・ハッテムで、 風景画家のヤンブルマンと活動したが、腎臓病が悪化し、絵をあまり描かなくなった。1895年にアムステルダムで死去した。43歳であった。ありがとうございます。